はすごく調子良くなったんですけどね。あ、そうだったですか、良かったです。痛い ちょっと優しめで、ちょっと尋常じゃないですね。あ、本当ですか。ちょっと先月よりいいかと思ったけど、先月より悪いですね。そう。かしこまりました。ちょっと今日、今ね、電車でちょっと体勢が辛かったとかもあるんですね。東武線にやられました。もう痛い。結構全体的に痛いんですね、指先だけじゃなくて。やばいですね。かかとどうですか。かかともね、結構きつい。そうっす。やっぱちょっとむくんでますね。やばい、足全体に汗が。そうですね。あ、こうも痛い。こうも痛い。ああ、手に汗が出てきた。うわ、すねの実感が痛い。うん、ちょっと今日は全部痛いのかもしれない。そうですね。もうかなりバッドコンディションですね。上半身より下半身の方が悪いかもしれないね。改めて、はい、いかがでしょう。なんか確かにこれとかすごい痛いですよね。コリコリしてますね。V字腹筋になりますね。優しくやってもらってるのは分かります。分かります。やってもらってでも、まあ、ね、部分によっては優しくても痛いですよね。痛いですね。ああ、今日きついな。でも、どんどん出てきてるので、多分だんだん楽には。そうですね。早く楽になりたい。最初よりはいいんじゃないですか、だいぶ。そうだと思います。はい。すごいピンポイントできますわ。尿管ですね。あいてあいてからの膀胱ですね。はい。的確。
今もう膝周りビシビシですよね。はい、だいぶ出ましたね。はい。うん、汗で出てますね。出てますね。膝周り出てる出てる。でもなんかすごく足の先までなんか巡ってる気がします。はい。オフオフオフ。結構足があんま動いてなかったのかもですね。指先とか特に。結構音も鳴るので、ちょっとその詰まってた感があるのかなと。やっぱり夜中なんか冷房つけて足出してる影響が出ちゃってるかもしれないね。そうですね、冷えますからね、それは。ここのところやっぱひどかったんで、熱帯夜が。もう無意識に動いてますよね。ここにちょっとクモの巣状静脈も出てるので、そこ痛いです、ね。ここね、なんかまあこっちもありますので、割と冷えた状態、まあ本当にまあこの夏だけじゃなくて。意外とやっぱり足男性も冷えるんですよ。なんでまあ知らず知らずに足を冷やしてしまっていたとかはあるかな。そうですね。なんかあの風通しのいいようなね、通気性のいいようなもので、あの肌を覆ってあげた方がいいかと思いますね。そのまま出しちゃうと結構冷たい風が立っちゃうとか良くないので、冷え性の方必見。そうですね。明らかにやらないと、なんかこう足の先の温かさが違う気がします。はい、はい、やっぱこう水気が多い状態ですと冷たくも なりますし、重たいのもあります。月2回リフレだけ来ようかな。いいかもしれないです。足だけでもちょっと足だけ30分受けに行く、はいはいはい、そういうのもあります。そうです、そういうのもありですよ、 OK ですよ、はい、で体が使ったら、まあ、体をまたその時やなんかで、そうですね、足だけでもちょっとこまめ、足が特にお疲れなんでしたら足をちょっと重点的にっていうのもいいと思います。定期的にそういうのした方がいいのかな。なんかちょっとひどいですよね。そうですね、今回特に足にちょっと強く出てましたね、ちょっと来月からそれで考えます。はい、はい、じゃあ足を切り込みますね。はい、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 いいわ、してみてください。いや、もう指がなんかいいです、はい、全然変わるんですよ。はい、もうパワーが、パワーが楽にできる。はい、あとはこうちょっと足曲げたり上げたり、はい、ああ、いいですね、いいですね、うん、やっぱり右と左で、はい、はいはいはい、多少、はい、まあ、ありますね、左の方が悪かったんですけど、はいはいはい、そんなにもう今、はい、違和感がなくなってるんで、左右差が、はい、なくなったんで、はい、で、あとね、はい、あのむくみの方もだいぶ減ってますよね。そうですね、こっちの方が特にひどくあって、まあ、さっきより薄くどちらもなったんですけど、ね、いやいやいや、でも全然違います。はい、そうですね、すっきりしましたね。で、まあこう汗も出てちょっとさっぱり軽くもなってると思います。はい、はい。